はい、皆様こんにちは、なりわでございます。本日は先日スキンケア用品、メイク用品を送っていただきました、ゆな様のメイク用品を頂戴しましたものを使ってメイクしていこうと思います。今すっぴんでちょっとね恥ずかしいんですが、これからしていきたいと思います。まずこちらでございますね。先日送っていただきましたソフィーナのプリマビスタという化粧下地でございます。スキンケアもねすでに整えてありますので、早速行っていきたいと思います。もうね早速ね使わせていただいておりまして、とってもいいですね。今ちょうどね iPhone で撮っているんですが、失礼いたしました。うち時計がねちょっとね15分ほど進めて、なっております。蓋はどこ行ったかな。ちょっとお待ちください。ファンデーションをちょっと用意し直しています。こちらなんですけど、エスティローダの、39番を使っております。あとはちょっと字が細かくて今確認したんですが読めませんで大変失礼いたします。もうねなくなりそうなので、次また違ったものなんかね検討しております。そうっていうか以前動画でご紹介したファンデーションがまだ使わないでありますよね。そちらを使って今度行きたいと思います。今日は関東地方とっても暖かいですね。なんかね暖房はつけてないんですが、なんか動画をこんな風に撮ったりしてるとちょっと汗ばむような気がいたします。私のメイクはもうそんなにね凝ってるわけでもなく、何か特別なものを使うわけではなく、もうわりかし昔から結構せっかちな性格なんですね、こう見えまして。なのでささっと仕上げたいので、まあ何か特別なことがあるときはそれなりに丁寧にメイクいたしますけど、普段のメイクはいつもこんな感じでございますね。もうね目の下がなんかね汗ばんできますね。今日何度あるんでしょうか。今日12、3度あるんでしょうかね。セーターだけで今日は過ごせそうな感じでございます。これで OK かしら。なんか光の加減なんでしょうかね。なんかここにファンデーションが溜まってるように見えるのですが、気のせいかしら。ではこの上にいつも使っておりますこちらですね、ナリスのファンデーション重ね付けしていきたいと思います。本当はこのまんま上にパフを使えばよろしいんでしょうけど、今一つね足りないと言いますか。なので薄くつけますね。あんまりいつも
ゴテゴテつけないので、ここなんか暗く見えるんですけど、光のせいなんでしょうかね。正面から照明を当てればいいのでしょうか。ちょっとこちらで確認してみます。あ、大丈夫大丈夫。最近ね、なんかこの辺がね、このちょっと白く光ってるところ、こちらがですね、今見ましたら特についてるわけではないんですが、ここのとこだけ皮膚が、なんて言いますか、ピンとしてると言いますか、そんな感じでこのような感じになっております。で、この上にキャンメイクさんの、パウダーを使っていきたいと思います。もうかなり使っておりまして、こんな感じでございますね。こちらいいですね。薄くついて、しかもなんて言いますか、透明感のある仕上がりになるので、次がこちら、リナ様から頂戴しましたゴフレドールのチークカラーでございますね。こちらがですね、とってももう使わせて、すでに使わせていただいておりまして、ほんのりとした感じで、とてもいいですね。わざとらしくなくって、私昔からの癖で、頬紅にはこの顎の下と、そしてこちら使った時にちょっとこう鼻の上にもね、赤みを入れると、わりかしね、若々しく可愛く見えるそうでございますよ。お試しください。その次は眉を描いていきたいと思います。あ、いつも忘れるんですが、コンシーラー、もういつも忘れてしまいます。私使い慣れてないからでしょうかね。ちょっと失礼いたします。眉がね、ちょっと手元で見ないと、あら、普段ねメイク動画撮っていないので、慣れてないので申し訳ないです。メイク動画撮るのいつぶりでございましょうか。こう確か以前、昨年の7月頃に、70歳ですね、ちょうど70歳一歩手前ぐらいの時に一度ふるさとの方に帰りました時に、泊まったホテルでメイク動画を撮らせていただきました。私眉はね、最近ね、目の周りがボコボコしてきたと言いますか、年齢ですね、年齢的なものでボコボコしてきてうまく描けないでいますね。左右がなんだかね、バランスが悪くて困っています。なんかバランス悪いですね。あとはそうです、シャドウでございますね。あとはシャドウ、
こちら先日ね頂戴しましたオーブクチュールのブライトアップアイズ535のアイシャドウを使っていきたいと思います。こちら一番上はここに説明書きがしてありまして、指でまぶた全体につけますということで、このついてるミラーがですね結構拡大鏡のような感じで手元をこう大きく映してくれるので確認がしやすいですね。そしてこの下はこちらのブラシを使ってやっていきたいと思います。ちょっとだけ目元に加えるだけで、目にがちょっと印象的と言いますか目力が出てきますよね。私最近目元がちょっとね寂しく見えるようになったので、去年はね全然平気だったんですけど、やっぱりその年々変わっていくのでしょうか。指でこうやってやらないとうまく塗れないですね。皮膚がたるんでしまってるので、若い時はもうこんな必要全然なかったんですけどねやはり年には勝てませんね次はせっかくなのでマスカラをしていきたいと思います。先日購入した商品動画のご案内をしたマスカラでございます。こちらですねとっても使いやすいです。そしてちょっと目元をメイクするだけでだいぶ印象が変わってまいりますよね。あとは口紅で終わりでございます。こちらの色いつも使っています。ナリスの何番かちょっと565番ですね。はい、以上がナリワのメイクの仕上がりでございます。いかがでございましょうか。いつもこんな感じのメイクをしております。最近ちょっと目元をねだけを少しうっすらと、シャドウを使わせて、あんまり近くで映るとねシワが目立ちますのでやめておきます、たまにいつもはちょっとね私メイク動画は撮りませんけれど、たまにまたねしていきたいと思います。では皆様
またお会いいたしましょう。なりわでございました。では。